健康生活チャンネル。このチャンネルでは健康についてお悩みのあなたに健康な生活を送ることのできる体作りのための方法などをお伝えします。はい、都城オステオパシー治療院の海老原貴弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、コレステロールと血圧を下げたければ油を取りましょうというお話をさせていただきたいと思います。で、この動画をご覧いただくことで、あまりをですね、取ることでコレステロールと血圧を下げることができる理由っていうのが分かります。で、これは研究の結果から分かった信頼性のある内容になります。はい、今回はですね、というか今回もですね、アマニ油についてのお話になります。で、アマニ油シリーズになりますね。で、アマニ油を取ることでコレステロールとですね、血圧が下がるんですよというお話と関係する研究についてご紹介していきたいと思います。で、このチャンネルでは健康について必要な食事とか生活習慣の情報とか、自分で痛みをケアできるストレッチやマッサージなどのセルフケアや運動の方法などをお伝えしていますので、ぜひまずくチャンネル登録をお願いします。で、コレステロールと血圧を下げるために油を取りましょうという話なんですが、タイトルだけ見るとですね、何を検討事業の話をしてるんだと思われると思うんですけども、この油というのはアマニ油のことなんですよね。で、アマニ油をですね、知らない方のために少し説明するとですね、アマという植物の種のことをアマニというんですけども、この種をですね、絞って取り出した油のことなんですね。で、この油はですね、オメガ3脂肪酸といってさまざまな健康効果があると言われているいい成分の油が含まれているんです。で、実はアマニ油はですね、悪玉コレステロールを減らして善玉コレステロールを増やしてくれる効果と血圧を下げる効果があると言われているんです。で、これって結構意外な話ですよね。コレステロールを増やしているのはサラダ油とかキャノーラ油などの油とか肉など油物の取りすぎなどによるんですけども、同じように油であるアマニ油を取ることでコレステロールが下がるので、結構意外な話だなというふうに私は最初思ったんですよね。で、今回のアマニ油のですね、コレステロールと血圧を下げる効果っていうのは研究の発表っていうのがあるんです。で、これはポーランドのブロツワフ大学で行われた研究で、150人っていう結構多い人数を対象にしたものなんですが、軽度のですね、高コレステロール血症と診断された50代の男性43人と女性107人、合計150人がアマニ油をですね、1日 15ml ずつ、つまり大さじ1杯ですね、大さじ1杯ずつを4週間の間取り続けた場合にコレステロールと血圧がどう変化していくのかという影響を評価した研究になります。で、この研究ではアマニ油を取ることによって LDL コレステロール、つまり悪玉コレステロールが大幅に減少して HDL コレステロール、つまり善玉コレステロールが増加したという結果だったんですね。で、またアマニ油を取ることで男性の拡張器血圧、つまり下の血圧が下がったんですよね。で、そして女性では収縮系血圧と拡張器血圧の両方、つまり上の血圧も下の血圧もどちらも下がったという結果になったんです。で、また血圧の高い女性ではですね、アマニ油を取ることによって L アルギニンが増加したそうなんですね。で、アルギニンというのは女性不妊症に対して効果のあるいい物質になるんですよね。で、子宮内膜を厚くする効果とか、妊娠しにくい女性の妊娠促進効果とか、妊娠高血圧症候群の予防効果などが得られるもので、アマニ油を取ることでですね、不妊症に対しても効果があるということが分かったんですね。なので、つまりこの研究をまとめるとですね、この研究ではですね、高コレステロール血症で血圧上昇が認められる方では、アマニ油を取ることでそれを改善できる効果があったんですよということと、女性では不妊症を改善する効果が認められたんですよということが分かったんです。で、まあ結構150人結構多いですからね、その研究結果を見たらですね、ああ、そう、やっぱりコレステロール下げる効果あるんだなというふうに実感しましたね。で、あと血圧も下げる効果もやっぱりあるんだなっていうふうに、やっとなんかしっくりきたなという感じがしました。で、またですね、アマニ油は、アマニ油に関する研究で各国で行われているんですけども、あとオランダで行われた研究でもですね、アマニ油を2週間、摂取することで総コレステロールと悪玉コレステロールと中性脂肪がですね、どれも下がったという研究もあるので、まあアマニ油がコレステロールを落とす効果っていうのは間違いないんだなというところですね。で、血圧についてもですね、他の研究ではギリシャで行われた研究でですね、12週間、3ヶ月ですよね、3ヶ月の間アマニ油を継続摂取した場合の血圧の変化を評価したところ、59名の平均値ではですね、収縮期血圧が上の血圧ですねが120だったところが110に下がって、下の血圧、拡張期血圧が80だったのが72に下がったという研究結果もあって、まあ、血圧についてもですね、下げる効果がやっぱりあるんだな、それは間違いないんだなというところなんですね。ですから、コレステロールが高い方とか、または血圧が高い方は、アマニ油をですね、取った方がいいということなんです。で、アマニ油はですね、今回ご紹介した
効果以外にもですね、肌や髪をきれいにしたりとか、アトピーとかアレルギーを改善したりとか、生理痛を軽減したりとか、肥満を抑えてダイエットになったり、知能を高めてですね、学力の向上とか認知症の予防効果などが期待できますので、お子さんから高齢の方まで摂取した方がいい油になるんです。ですからぜひ今日からですね、アマニを摂る習慣を作ってもらった方がいいですね。でただしですね、すでに酸化してしまっているアマニ油っていうのも販売されていて、その質の低いアマニ油が販売されているんですよね。で間違った品質のものを摂ってしまうと逆に不健康になってしまいますので、でその摂り方もですね、その間違った摂り方をしてしまうと逆に不健康になってしまいますので、ぜひ私はですね、以前のアマニ油シリーズの動画、以前の動画でですね、選び方とか食べ方とか、あるいは効果についてお話ししていますので、そちらの動画をぜひご確認ください。でまたアマニ油の味や品質で失敗したくない方ですね、私がおすすめするアマニ油の購入先のリンクも下の説明欄に貼り付けておきますので、もし必要な方はそちらからホームページの方をご覧ください。はい、今回はコレステロールと血圧を下げたければ油を取りましょうという話をさせていただきました。もし私の治療院とかファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクがありますので、そちらからホームページをご覧ください。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、下のグッドボタンとこちらのチャンネル登録をお願いします。私の治療院やファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクがありますので、そちらからホームページをご確認ください。もし質問やこのような動画を欲しいなというリクエストなどがあれば、ホームページの方にお問い合わせフォームがありますので、そちらからお問い合わせください。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。